今日のテーマは食と脳教育で健康体質になろう、今日から始めるE ライフエコクッキングで、進めていきたいと思います。タイトルをご覧になった方から、今日は料理をするのかと聞かれましたが、料理はしませんで、エコクッキングのお話と簡単に実践できる脳教育の原理をご紹介して、少し瞑想をしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。タイトルの E ライフというのは、アースシズン、地球市民ライフということで、ご理解いただければと思います。地球市民が何かと言いますと、地球を自分の体のように大切に思い愛する人、また地球を感じて地球の立場で考え、地球を判断の中心に捉える人のことを言います。皆さんももちろん地球市民でいらっしゃいますね。こちらにお示ししたのは、地球市民の E ライフ実践ルーティンということで、一般社団法人 ECO が提唱したものです。ゴミ減量 5R の実践として5つ挙げられています。リフューズ、ゴミになるものは断る。リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用する。リサイクルが再循環させる。ロットは対比にするということですね。この5Rの実践を考えたときに、食に関連したゴミもたくさん出ますよね。私たちが食生活のあり方を見直すことで、地球環境にも貢献できる部分が大きいのではと思われます。そこで、今日のテーマのエコクッキングを見ていきたいと思います。エコクッキングというのは、エコロジーとクッキングを合わせた造語で、1990年代に誕生したようです。つまり、環境に配慮した調理のことを言いますが、調理だけではなくて、買い物から片付けに至る一連の行動について、環境のことを考えてやっていきましょうというものです。最初はエコクッキングというと、エコノミークッキング、いわゆる節約料理として紹介されることが多かったそうですが、そしてなかなか地球環境と結びつける考え方が定着しなかったようですね。で、それが2000年に入ってから世界的に地球環境問題への関心が高まる中で、周知されてきたようです。そして現在では、エコクッキングが小中学校や高等学校の教科書にも取り上げられているということです。はい、世界でもエコクッキングと似たような動きが起こっていまして、イタリアでは1980年代にスローフード運動が始まっています。また、アメリカでは1990年代にロハスという概念が生まれました。スローフード運動は、ファーストフード、マクドナルドとか、そういった店舗の増加に伴って、郷土料理がなくなってしまうのではないかという危機感から、生活とか食文化を見直していきましょうという活動でして、現在では日本も含めて世界160カ国以上で取り組まれています。さらに2017年にはスローフード運動を通して気候変動問題に立ち向かうという、そんな取り組みもスタートしているそうです。一方、アメリカで始まったロハスは、自分ができる範囲で無理なく環境保全に役立つ生活を送るという考え方です。このように先進諸国では飽食の時代を経て食のあり方への問いかけを行っていまして、グローバルな視点からも
エコクッキングの考え方は重要だと言えます。では、エコクッキングで、どのような効果が期待できるのでしょうか。ある研究では、このような結果が示されています。まず、一番目は、エネルギー使用量の削減。これは使用する電気やガスなどが削減できたということで、およそ 36% の削減効果が認められています。続いて2番目、水使用量の削減。こちらはおよそ 60% の削減効果が認められました。それだけでなくて、水質汚濁の軽減にも役立つことが明らかになっています。そして3番目は、ゴミの削減。こちらはおよそ 29% の削減が認められたということです。なぜなら野菜の廃棄率とか、生ゴミ、そして買い物の時の容器包装類の量が減ったということですね。で、今ご紹介したその数字は、1世帯あたりの数字になりまして、各家庭で CO2 の排出量がおよそ 3% 削減できたことになるということです。で、仮に日本全体でこのエコクッキングに取り組んだと仮定しますと、CO2 排出量は年間でおよそ600万トンが削減することが見込まれているということですね。では、私たちがどのようにエコクッキングに取り組んでいったらいいのでしょうか。こちらを見たいと思いますが、実はエコクッキングのお手本は江戸時代というと語弊はありますが、江戸時代はこのような感じだったんですね。地域で採れた旬のものを必要な量だけ買っていましたし、また皮ごと丸ごと使用していました。そして何より火を起こすのも、また水を汲んでくるのも重労働だったため、効率よくエネルギーを利用するために、また無駄なく調理を行う工夫がなされていたようです。そしてさらに調理で生成された灰とか、また私たちの排泄物も畑に戻して循環させていたようですね。で、まさに資源を有効に活用して持続可能な形で循環させながら利用する循環型社会だったようですね。で、そういった歴史も踏まえながら、ここからはエコクッキングの実践について見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。